伸びるとき。どうも、猫屋下井坂です。吉田です。お願いします。さあ、ということでございまして、今回はですね、超人シリーズでございます。イエーイで、過去にね、腹筋そうめんとか、腹打ち麺食いとか、過去にやりましたけど、あと、アブローラー修士。あ、やったね今回はなんと、腹筋テーブルクロス引きに挑戦でございます。はい。何のこっちゃ。何のこっちゃか分かりません。分かりませんけども。はい、あっ、一回も成功したことないので。そうやな。はい。成功パターンをね、取れるまでずっとやり続けようと思います。ちょっともう下にブルーシート、ね、なんか犯人。じゃなくて、体育館の上に、体育館のやつ、女性の下着並べられる、並べる専用のブルーシート、まあでも一発で成功したらいいだけやね。いいだけです、コップの中にネットをぶち込むので、それをもうこぼさへんように二つでパチンと成功させましょ う、一発で終わったらいい。ああ、そうしましょう、それではチャレンジ開始。やった。はい、準備できました。熱湯入っております。これをテーブルクロスでうまいこと成功させましょう。ちょっと冷まして多分200度ぐらい、よう持てんな、そんなの全然よっしゃ、オッケーやろう、いくで。はい、届く届く、よいしょ。はい、じゃあ行きます。1回目キャッ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 キ、下手くそ。下手くそとかちゃうやん、これどうやんねん、これ熱っ。まあまあまあ、最初はこんなもんでしょう。まだ1回目ですから。まだ1回目だから、はい、2回目。よし、パンツびちょびちょやねん。パンツびちょびちょ。あ、でも次で成功できそう。俺なんか知らんけど、なんでこんなデブスターなの。いや、口で冷まずにやめてください。いや、もうそういや、一回転して全部全部言ってましたちょっと次俺引いていい。どういうこと。俺が自分がやんの。うん、ちょっと待って、むっちゃむっ、お前さっきより熱いじゃねえかこの野郎。俺がかかるかもしれへんのに。あ、ちょっと貸してもらう。ええー、ほんまに弾ける。弾ける弾ける。大丈夫。俺こう見えても背中冷たこう見えてもどう。こう見えてもこれテーブルクロス引き、日本一やからお前どうやって行くねん、そっからほとんど俺やん行くとき言うてよ。行きます、はい、うわー、ただだだだ、おいおいおい、今のは確信犯や。行くとき言うてよ。行きます、はい、うわー、ただだだだ、
ローモーションに見えた。熊でもないわ今の。痛い。腹痛い。腹痛いわ。ごめんごめん。ちょっともう一回もう一回やるから。ごめんな、申し訳ない。ちょっとね量少なくしたい。やっぱさすがに。当然難しいから。そんな変わらんわ。ほんまに？さあ自分が引くわ。次自分引く。俺引く。ほらもう見て、ほらもう見たいこと言ってねえんで。引くで。こんぐらいか。もう無理だ、もう無理かもしれん。ちょっと傾けんなよ。熱っ。俺は熱っ熱い。もうでけへんわ、あんなもん。逆になったらいいんじゃん。いつもさ、俺がグッてやってるやん、うん、それ逆にしたやん。なるほどな。そう、俺初めてやわ、こっち。俺もこれやったことないもんな。こうやもん。あ、そう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 。うん、おお、はい。余裕やんこっち。俺やく。いきます。いやでもめちゃくちゃ最後めっちゃ平らでしたよ。しかも引くのもうまかったし、ほらで何気にあの投げたハンカチ空中でキャッチするのすごかったです。ということでございましてね、猫じゃらしの超人チャレンジ、うん、第3弾でございました、はい、成功しましたね。大成功、大成功でございました。なんかCG とかでうまいことできたようにしてて。そんな技術ないけど、うん、次はじゃあ、うん、ジェンガしてみようか、ここでな。ジェンガで熱湯のてっぺんに乗っけてジェンガ抜いたやつ、あ、下に置いていくってこと。そうそうそう、多分ね、これも成功するから。成功しかないということでございまして、今回成功ということでございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。次回はもう僕いないかもしれない。いや、いるいる、いっぱいする。